ウォータールーにエンジンがつきました。スターリックの部下が列車から降ろすはずです。列車がもう出ていれば別だ。チャリングクロスでチームを集めろ。積み荷を取り返してそこに送り込む。の命令でな。この設計図を見たか。この欠陥に気づいていたか。大した問題じゃないですよ。最後尾はきっちり強化されています。俺は中央駅で緊急の用がある。くれないか。急いでる。他のやつに頼め。こいつが時刻表だ。どうも。乗客の皆様へお知らせします。全ての列車は中央駅に入ります。繰り返します。遅すぎる。今すぐ通す。残念ね。
優れた協力関係は貴重よ。まさかこんな終わり方とはな。ビジネスよ、ミスターフライ。頂点に立つのに必要だっただけ。クロフォードは私の訃報を軽くは受け止めないわ。彼は昔から怒らせると厄介な男よ。あまりに多くのものを犠牲にしてきた。会社は私の人生そのもの。偽りや梶神が美しさけなし、君の瞳で輝くものを光と認めず、虚ろな心高めん。ミスター・スターリック、邪魔をするなと言ったはずだ。その目は曇る、そんな時はお願いだ、思い出してほしい。私を思い出してほしい。クロフォード。彼女はその光を踏みにじられたのだ。正義の裁きが下る。パールは裁きなど望みません。報復をこそ望むはずです。熱意は買おう、ミッソン。だが我々は感情によってフォーを混乱させてはならない。それはつまり敵の勝利だ。私にお任せを。ミス・フライはついに公主台から吊るされ、姉を助けに来た弟は皮を剥がれるでしょう。そうなるべきだろう。あらゆる事態に備え、ロンドンにテンプル騎士を増員しろ。光の都を守るのだ。ええ、クロフォード。それから保管庫に入り、邪魔な影を払いのけましょう、二人で。